曜日は前線の連動が見事でした。どんなイメージだったんですか？まあ、この前のコンビネーションが、前日のダビスコの大宮戦からすごく良かったので、まあ、その流れがうまくこの試合にもハマったんじゃないかなと思います。自身はリーグ戦初先発、どんな思いでこの試合に臨みましたか？まあ、この試合点を取ればすごく大きな調子の波に乗れると思ってたんで、まあ、自我でも今日は点を取りたかったです。2点目はループシュート落ち着いてましたね。ちょっと神が迷いました。ハットトリックは惜しかったですね。それは言わないでください。サポーターも次は楽しみにしてると思いますよ。いや本当に、まあ、すごく今レッズは、調子がいいんで、まあ、次の試合もう明日にでも戦いたいぐらい、調子がいいんで、まあ、自分たちを準備して、また次の試合にやっていきたいと思います。これからに向けて一言お願いします。やっと確変に入ったんで次も行きます。